健康寿命を延伸するため、疾患の超早期状態、さらには前駆状態を捉えて疾患への移行を未然に防ぐムーンショット目標2では、2050年までに超早期に疾患の予測予防することができる社会を実現することを目指す。細胞老化の視点からがんの生体内微小環境ネットワークの解析に挑んでいるのは、ムーンショットの研究者高橋明子。私は大学院生の時に歯学部で歯科医師だったんですけれど、歯に詰めたりかぶせたりする材料が生体に安全かどうかっていう実験や研究を行っていました。その材料が発がん性があるかもしれないっていう研究をしていた時に、どうしたらがんが起こるのかっていうことに興味を持って、そしてちょうどその頃に細胞が不死化するっていうことが眼科の一つの条件であるっていうことを初めて知って、では逆に正常な細胞は老化するんだっていうことを知った時に、細胞の老化っていうのに非常に興味を持って基礎研究を行いたいって思いました。2017年から細胞老化プロジェクトっていうものを5人の研究室でスタートして、でそれから2022年に細胞老化研究部に昇格させていただいたという形になります。若い人から取り出した細胞っていうのはたくさん分裂するんですけれど、お年を召した方から取り出した細胞っていうのは限られた数しか分裂できない、つまり細胞も私たちの体と一緒に年を取っていることが分かりました。老化以外にもがんになるストレスが加わって変異が起こったような細胞も急激に老化する。で、老化した細胞ってじゃあどういうことかというと、細胞の増殖を止めてもうそれ以上分裂しなくなって、でそのままずっと生きています。じゃあ私たちの体に老化を誘導すればがんにならないんじゃないかっていうのが当初考えられたんですけれど、実はそれが今度はがんを促進したり、がん細胞がそこから転移したり抗がん剤に抵抗性を持ったりっていうことに非常に関わるっていうことが明らかになってきました。細胞の老化っていうのはがん抑制機構とがん促進機構の相反する2つの働きをしているっていうことがようやく明らかになってきているところです。私たちが目標2の中で標的にしている疾患が難治性がんと言われている、発症したら治すことが非常に困難ながんを対象にしています。特に世界的に非常にその根治率が低く問題となっている膵がんを対象に研究を進めています。膵がんを治すためには治せる時期に発見するっていうことが大事なんですね。未病の状態で、あ、このあとがんになりそうっていうことを体の外から感知できる、それを目指して研究を進めています。我々は生物学者ですので、お医者様の観点はやはりその方でないとわからないところを、ムーンショット研究の中にはそういった日々膵がんを見てらっしゃるチームで樹立したオルガノイドであったりとか、全く分野の違う先生方と一丸となって難治がん克服という本当に困難な目的に挑もうというのが非常に特徴的だと思います。もう本当に知りたくて知りたくて仕方ないんです。正常細胞とは全然違うんです。見た目も違うし性質も違って体の中に残ってしまう。老化細胞があることが体にとってその恒常性を維持するのに重要であるかもしれないっていうこともだんだん分かってきているので、全ての老化細胞を体からなくすことが果たして安全で本当に健康なのかということにはまた新たな疑問が生まれてきていますので、まだまだ基礎研究が重要な分野だというふうに考えています。老化研究っていう面では一つ難治がんを克服するっていうことだけではなくて、今後の医療に還元できるような、それの元になるような分子メカニズムの解明であったり、今後の高齢化社会に対しても何らかの答えであったり解決策を見出す一つの鍵になったらと思って、必ず何か新しいことを見つけられるんではないかっていうふうに考えています。